ミッチェル軍はアメリカ合衆国ジョージア州に位置する軍である。2000年現在、人口は23,932人である。ここの軍の軍長所在地はカミラである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,331平方キロメートルである。このうち1,326平方キロメートルが陸地で、5平方キロメートルが水地域である。 総面積の0.36%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口23,932人、8,063世帯及び5,934家族が暮らしている。人口密度は18平方キロメートルである。7平方キロメートルの平均的な密度に8,880軒の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人49.57%、アフリカン・アメリカン47.86%、先住民0.20%、アジア0.27%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種1.34%、および、本結0.99%である。ここの人口の0.70%はヒスパニック、または、 ラテン系である。この群内の住民は27.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.90%、25歳以上44歳以下が29.40%、45歳以上64歳以下が21.60%、及び65歳以上が11.70%に渡っている。 中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は103.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は101.00人で、ある。この軍内の世帯ごとの平均的な収入は26,581ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は31,262ベイドルである。 男性は25,130ベイドルに対して女性は19,582ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は13,042ベイドルである。人口の26.40%及び家族の22.30%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の38.50%、 および65歳以上の20.30%は、貧困戦以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties, http://www.naco.org/.counties/.pages/.fintacounty.aspx2011 <ッ><ッ>年6月7日閲覧 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。